その2年生エース戸郷です。先ほどご紹介しましたが、宮崎大会4人のピッチャーがいましたが、この戸郷が軸になってきました。なんといっても目を引くのは投球イニングよりも奪三振の方が多い。思いは届く小さな島のあなたの元へ、あなたと出会い時は流れる、思いを込めた手紙も増える、写し込んだり互いに響く、時に激しく時に切なく、今日の試合に勝てば5年ぶりのリーグ優勝が決まる4人会だ。その先発のマウンドに立ったのは19歳プロ1年目ドラフト6位ルーキーの戸郷翔征投手です。中国のプロ初登板になります。